はい、どうも皆さんこんにちは、滝月と申します。本日もバイオハザード7の続きをやっていきましょう。前回はメインホールから脱出ができるよと聞かされていたんですけれども、脱出ができずにちょっとジャックから逃げるという形になってしまったんですけれど、ちょっと編集してて気がついて、あの前回見損ねたなっていうのがあって、ここのイラストですね、子供って書いてあるんですけど、あ、これはいらないよミアって書いてあるんですよ。ミアって書いてあって、まあ子供のような落書きがあるというね、ちょっとこれを見逃していたので、ちょっとみんなと見たいなっていうそれだけのためにここまで戻ってきましたはい、でここ前回のセーブポイントで、ここでセーブをして終わったと思うんですけど、この部屋にもね、いろいろとアイテムとかがあるので、これを回収してから次に進もうかなと思います。ハンドガンの弾、ありがたいね、ハンドガンの弾に。あ、ここは鍵が閉まってるのか、ちょっと優しくないなで、これはなんだ。コートニーへ、奴らは俺を探してる。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。奴らは外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。犬のレリーフが必要みたいですね。地下の解体室にあるらしいですよ。で、この裏も、裏面はどうなってんのかな？裏面もありますね。さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このまま死ぬくらいなら、せめて奴らに一矢報いてやりたい。娯楽室の隣部屋にあったショットガン、あいつで連中に思い知らせてやる。君は逃げろ。愛してるよ、トラビスより。わあ、恋人っていうか、前回さ、なんか転嫁に成功したとか言って、なんか夫婦がいて嫁はダメだったみたいなこと書いてあったけど、あの夫婦のことじゃない？で、これが夫婦の旦那さんで、手紙を残して、で、娯楽室の隣部屋にショットガンがあるよっていうことだね。この人も家族にさせられて、あのやべえ料理を食わされてたのかな、ということなので、娯楽室とあとは解体室か、ちょっと覚えときましょう。この部屋にあるものは大丈夫そうかな。うん、で、一通り荷物も、さっき整理しておいたので、このまま続きをやっていきましょう。で、地下がね、あるから地下に行こうか。で、あと前回ずっとさ、画面の端にさ、ずっと血のマークが、血がついてたんだけど、これすっごい見づらいから回復しようもったいないけどね、画面汚ねーって思いながら編集してて、あーやっちゃったなーって思ってたんだよね。じゃあここの先に行こう。あー、わ、こっちもあるんか。じゃあまずこっちから見ていこう。何かあったりする？この辺とかないか。ここの扉は向こう側から施錠がされてる。うん、じゃあ向こう側に回らなきゃいけないっぽいな。うん、でこっち側が続きかな。うん、この先に行かなきゃいけないんだけども、もう絶対ここ戦闘あるもん。間違いなく戦闘が待っていると思う。うわー、あの敵の名前モールデッドっていうらしいですね。わー、ちょっと待ってー、バカー。こいつと戦わなきゃいけないのかな。いや、戦いたくないんだよこっちはラブ&ピースで行こうよ。絶対戦わなきゃいけないの。わー、そういう感じ。よっしゃ、ガードして。これ絶対戦わなきゃいけないのかな。あー、やだな。のけぞって戻ってくるときにね。あ、来た。あー、やばい。あ、リロード、やばいやばいやばい、リロードしてる場合じゃないって。あー、いや、もう戦わない戦わない。
もったいないもったいない。これでも大丈夫だもんね。別に敵を倒さなくてもいいって聞いたもん。バイオハザード別にわざわざ敵を、ああああ、痛い。わざわざさ、敵をさ倒さなくったっていいって聞いたもん。受け取ってる今がチャンスなのに、やばい。この受けていくスタイルあんま良くないかもな。よっしゃー、はあ、でもハンドガンの弾はヘッドショット3発ぐらいじゃないとダメなんだろうな。でここ逃げてきちゃったけど、ここは何の部屋？あー、加工場。なんか詳しいことはわからなさそう。黒色の袋に、これは？なんか結構びっくりしちゃう。これはなんだ？ルーカスへ。カップルの男の方は逃げ出さないよう一番左の焼却炉に閉じ込めておいた。点火が終わった頃に取り出すこと。開ける手順は知ってるな。覚え方は3つの A と手がどうとかっていう。女はお前の好きにしろ。カップルの男の方っていうのはやっぱさっきの夫婦のことかな。わ、な、何かある？あ、薬液強。他の物質と合成することでより、なんか回復薬の強いやつとか、強壮弾みたいなのが作れる。なるほどね。ちょっと強い弾が作れるアイテムってことですね。これは大事にしなければ。で、一番左に閉じ込めておいたって言ってるけど、一番左、あれ？なんかあれか、やっぱ旦那さんの名前なんかトラビスみたいな名前だったよね。うわー、トラビス、こんなところに閉じ込められて。点火が終わった頃に取り出すことって書いてあったの。点火は終わっているんだろうか。でこの辺とかは、あ、ここにもガンパウダーあるね。よし、ガンパウダーも手に入れて。ここは開くのかな。あ、ロックされてる。ラララ、何もない。手の肩マーク、何もない。ウィリアム、何もない。何もない。出てくるんじゃないかってドキドキするけど、これはこっちは名札が中にある。タマラ、タマラってことは、そうだね、ララとウィリアムとタマラなんだけれども、タマラが A が3つあるから、この A が3つあるタマラを開けて、で、あと手がどうとかって言ってたから、この手のところを開けると。そうすると、開きますね。さあ、じゃあここ開けるか。これどうなるか知ってるから余計に怖いね。やだー、もう本当にやだ。バカ、バカ者、このトラビス、もう、やばい、やばい。トラビス、トラビスやめようって、こういうの。もう奥さんもさ悲しむよ。なんかこいつ手がね、かっこいいよね。なんかついてるもん。あ、来るか。あ、どいて、どいて。あれ、動けなくなっちゃった。待って、さあ、と、よし、あ、リロードして、リロードして、リロードして。ちょっと強いなこいつ。こんな姿にされてしまって。ということで、トラビス倒しましたね。こいつはなんか腕が強そうだから、攻撃力が高いタイプのモールデッドだと思うんだけど。
で、ここは結局何だったんだ。トラビスが出てきたところ。あ、解体室の鍵。なるほど、解体室の鍵か。さっき言ってたね、解体室に犬のレリーフがあるよみたいなことを手紙に書いてたから、解体室を探しに行かなきゃいけない感じかな。うん、じゃあちょっと進んでいこうかな。あれ、こっちで合ってるよね。ちょっと迷子になったりとかするかもしれない。うわー、やだー、ひーもうなんなんだよー。あら、こっちだったわ、ごめん。で、ここの扉は開くの？あー、開くねー。こっちは？ここも開くと。ここは何？ルナ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 と？やだ、怖い怖い。あ、箱がある。アイテム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 。あ、ショットガンの弾、あ、ショットガン、ハンドガンの弾、ありがとう。ハンドガンの弾、ありがとう。で、これは加工場の見取り図ってことは、わかるようになった。解体室があるな。解体室へ行くには、あー、ボイラー室を通って解体室に行くのか。なるほど。じゃあ解体室行かなきゃいけないんだけど、この部屋を先に探索してから行こうかな。何かあるかい？うわ、なんか肉の塊みたいなのあるし。サソリの鍵だ。ってことは何かに使えるね。サソリの扉あったもんね。この辺とか何か、あ、なんか取れた。お宝の写真だって。お宝の、うっ、本当に怖い。怖いからやめて。で、あ、キーピック取れなくなっちゃったな。これ以上持てないって。じゃあお宝の写真、お宝の写真をちょっと一旦よく見て、これ暖炉だけど、あ、なんか分かったかも。うん、よし、これは俺のお宝はここに隠した、見つけられるなら見つけてみなって書いてあるけど、ここの暖炉見覚えあるな。うん、 OK、 後で行ってみますか。で、アイテムとか、うん、これは捨てちゃおうかな。うん、これ捨てちゃいます。で、あと薬液とかも作っとこうかな。薬液作って、ちょっと怪我してるからね、薬液で回復しとこう。画面が見づらいし。で、キーピックを拾うと。キーピック拾うと。定期的にどん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 音するのやめてほしい、怖いからさ。で、あ、ハーブもありますね。うん、ここは以上かな。うん、うわっ、やだ、こ、な、誰か、なんか違うとこ来ちゃった。ここ絶対行く場所違う。やっぱ来るよね。うわ、いや、追い詰められちゃった。持ち帰って。あー、ショットガンの弾。あー、やだな、もう本当に。何これ、ここもなんか別の鍵がいるやつだよな。うん、これじゃないもんね。あ、精神刺激薬もゲットしちゃった。いやー、怖かった。やだね、さすがバイオって感じするけど。さて、じゃあ気を取り直して、ここは何？これ以上持てない。薬液か。あ、精神刺激薬使ってなかったから一回使ってみよう。アイテムの場所が一定時間わかるらしい。こっちとかにも、あー、なんか壁越しにも見えるんだ。でも あそこの扉開けれなかったからもうないと思うんだよね。
そしたら、あ、ここ結構あるじゃん。あ、ハーブもあって、ここ何？あ、アンティークコイン、これ以上持てない。アンティークコインがあるのにこれ以上持てない。困ったな。はい、荷物の整理して戻ってきましたね。アンティークコイン欲しいからアンティークコインを取りましょう。よっしゃー、オッケー。で、ついでにセーブとかもしてきちゃったんで、これで死んでも大丈夫ですね。で、ここに行かなきゃいけないんですけれども、この先がね、なかなかね、大変だったと思うんだよな。あ、なに？もうさ、うるさい、うるさい、うるさい、やめて、そういうの怖いから。何かあるか、アイテム。あ、薬液ありがとう。わっわっ、あー、出てきてる、出てきてる。っていうか、この施設は何？お風呂がいっぱいあるけどさ、だってここベイカーさん家の地下でしょ。ベイカーさん家の地下がさ、こんなさ、こんなお風呂いっぱいって一体何の施設だったわけ。よっしゃ、いや、本当にさ、いや、怖いんだって。こういうのがどんどん増えていくかも。もうキャーキャー言いながらやるしかない。うるさいかもしれないけど、みんなごめんね。わあ、そう、ボイラー室ー。ああ、もういるじゃん。ちょっと待って。いっぱいいる、いっぱいいっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。危ない、いっぱいいる。ちょっと待って。やばいやん、これ全員倒やってられないよ。あ、やばいやばい。ここに、ここ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 、あ、アイテム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 、よし、開いた、行け、逃げろ、危ない、逃げて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 。閉めて帰った。閉めて帰ったんだが。あ、保安官補佐、犬のレリーフあるし、よっしゃ、犬のレリーフもらってこう。ああ、俺が父親のはずだった。なんでまだジャック生きてるんだよ。だから、あいつを父親にすると言い出した。それはダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。奴を見つけ出して、存分に思い知らせてやる。そのためには、お前の力がいる。誰の力？なんか、あんなにボロボロだった肌がめっちゃ綺麗になってるけど。うわ、保安官補佐。うわ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 。で、なんかジャックは父親になりたがってるみたいだけど、まあ、あの子という子が、このイーサンのことを父親に従っているっぽいですね。あ、ショットガンの弾か。ショットガンな、ショットガン早く手に入れないとな。弾だけ溜まってくけど、弾だけにね、弾だけ溜まって。寒い、はあ、冷えるな今日は。さて、多分この先でジャックとの戦闘が待ってるんでしょうが、アイテムを回収しつつ行こうかな。アイテム、あー、やっぱここにさ、ショットガンの弾があるってことは、ショットガンを入手してから来た方がいいのかな。まあ、とりあえずこの先に行きますか。うわわわわ、こっちにはアイテムない、ここは開いてない。なんかなんか吊るされてるな。なんか人型の何かが吊るされてますね。え、ここのドア、あ、このドアがさっきジャックが開けたドアだ。あ、薬液ある、薬液。こんな吊るされて。あの保安官か、あの保安官か。
わあ、なんかもう色変わってるね。この人もモールデッドにされてしまうんだろうか。うん、この辺は特にないかな。うん、それじゃあ多分このここはジャックが出てった場所だから、ジャックが待っていると思うんだけれども、これ何？蹴るな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 、何蹴ってんだよ。絶対蹴っちゃダメだよこんなの。じゃあ行くか。ここも蛇の鍵が必要な扉かな。よーし。うわー、嫌な形のものがしまってあるな。あ、ガンパウダーとかある。ここは以上かな。うん、以上な感じ。あ、犬のレリーフ。これ以上持てない。クラフトで薬液をいっぱい作っとこう。多分この後戦闘があります。じゃあこれを取ります。よっしゃー、ほらね、ジャック行って。もうもういいよ、ジャックとの戦いは。逃げられないんだ。逃げられないんだじゃないよ。何、もういいじゃない、もうやめようよ。争いは争いはやめよう。君がパパじゃなくておじいちゃんになればいいだけの話だろ。お前の中身を俺は見たい。中身は見なくていいよ。いや、これ聞いてる気がしないんだけど、これはこれで大丈夫なの？チェーンソーがあるんだけどさ。ん？突然斧が消えましたけども。あー、開けてる、あそこ開けてる。え、なんか、何それ。お前正気かよ。正気かよ。何それ、何それ、見たことない武器持ってる。やばいやばい。これチェーンソー、チェーンソーもらって、チェーンソー。あ、ばばばば。いけ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 。あ、いけいけいけ。あ、黒い黒いけど、いけいけいけ。出てきた。久し攻撃。あ、もう許さんぞ。あ、痛い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 。こっちも攻撃して。あ、あ、また来た。あんまりグロいから撃ちたくないよ。で、ここに突き刺し攻撃。エンジン止まんなよ。もう許さんぞ。あー、やばい。エンジン止まるのかこれ。何やってんの。うわー、お、来た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 。よし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 、いい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 い。お前はここで死ぬんだ。ジャック、ジャック。ああ、え、そんな姿でもまだ名を送るの？ここ、え、わあ、なんか出とる。じゃ、頼むから、もう二度と起き上がるな。二度と起き上がらないでほしい、本当に。もういいよね。もう本当に、本当にジャックとは、もうこれで、いいよね。ありがとう、ジャック。ありがとう、ジャック。救えない命だった。これは？あ、ハンドガンの弾、こんな中に入ったんだ。入ってたんだ。あんまりね、ここまで来れなかったけど、ここから戻るにはこの扉か。ねえ、これ絶対さ。チェーンソー持って帰りたいんだけど、持って帰れないよね。ですよね。いや、チェーンソー持ってたらだいぶ強いのにな。はあ、終わりました。頑張った。